少なくとも根魚系のあれはいそうな感じしますよね。うん、で、S も出ないからな、多分。おらんですね、ここは。うん。ちょっと待って。来た。来た。お、来た。よかった、よかった。よー。何が来たと思います？なんだろう。ちょっと。でも負けてるから。そうですね。そんなにでかくはないし。竿が止まれはしないから。なんかエソとかそういうのが来てるような気がするな。どうだろうな。エソ。お約束のエソ。あれ、赤ハッ。あ、なんだ。赤旗か？赤旗？なんか色が変だね。カサゴ？赤旗だ。赤旗だ。色黒。色黒の赤旗が。あらら。でもここねって感じじゃなかったですよね。砂かな？おいるんだな。スリムロング45gです。薪の釣りできますね。来ますね。赤旗もね、稼いだ時は。よいしょ、写真撮ります。さて、ナッツの45。ローマルナッツ。キャスティングで狙います。一発で食った。おお。フォール中に食ったよ。オーモン？オーモン、これサイズいい。ああ。なかなか強いぞこいつは。ガリンペール。ガリンペールぶちまがり。こりゃいい魚だ。ああ強いな。いいじゃないか、いいじゃないか。よし。なんだ。大物だ。うん。こっち。よいしょ。よいしょ。おお、でかいでかい。こっちで届かないか。それじゃ無理ですね。よし。ハンドランディングします。よし、持ってます。はい。よし。よし、よし、よし。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 でかいでかいでかい。でかい。おお、いいサイズ、いいサイズ。いいサイズ、いいサイズ、グッサイズ、出たー。これサイズの割には重かった。もっとでかいかと思ったよ。うっさいです。こんな感じ、うん。このノーマルフックのシステムがうまくきっちりかかってますね。いきなりだよ。着底からラインテンション張ったらもうゴンって切れた。あ、じゃあフォールから見てましたね。うん、フォールから見てた。間違いなく。